はい、どうも皆さん、こんにちは。の永井です。今回もまた、バトルフィールド1942の方やっていきたいと思いますと。今回はですね、エル・アラン・メインやっていきましょうか。連合軍で。はい。開始。かっこいいなぁ。ほんと毎回思うんだけど、ロード画面かっこいいなぁ。ほんと毎回思いますよね。そうだなぁ。なんか話すことある？バトルフィールド1942ですね。面白い。ほんとそれだけ面白い。バトルフィールド1942、まあほんと10年11年12年か経っても色褪せないというこの作品。次回からじゃあちょっとモッドを入れてやってみましょうかと。飛行機乗ってみるか。飛行機、何あいつ狙ってんの、もしかして。そうはさせるか。させちゃったよ。ほい、乗せろ。あ、乗せてくれた、ありがとう。乗せてくれちゃったよ。ちょっと悪い気がするんだけどな。まあいいや、ちょっと悪いなって。で、飛行機で旗を取りに行くっていうね、最悪な野郎だなっていう。あ、これ死ぬんじゃね、死ぬんじゃね、死ぬんじゃね、これ。ごめん、さっきの人。ごめん、さっきの人。飛行機捨てちゃったよ。ただ、オフラインだからいいんだよ。オフライン、オンラインだったらこんなことやりませんもん、私。小心者ですから、もっと礼儀正しくやってますよ。うん。オンラインでこんなことやられたら一発でバンされちゃうからな。つうことで、旗を取りに行きましょう。ただあんましさ、グイグイ系で旗取りに行っても、なんか面白くないんだよね。このゲームオフラインだとね、敵がそんなにグイグイ系じゃないからね。よいしょ。飛行機まだ生きてんのか。でもあれ乗ったら吹っ飛びそうで怖いな。何あれ、メッサーシュミット、もしかして。違う、メッサーシュミットドイツだから持ってんだって。連合軍が持ってるわけないじゃん、そんな。ドン、当たるわけないよな、これは。もうちょいこっちでドン。お、当たったんじゃない、今。まあいいや、よいしょ。旗取りに行くよりもちょっと一旦あいつらをぶちのめしに行くか。お、撃ってきやがったな、お前。やられたらやり返す、倍返しだ、いやー。ほら、お前誰だし、お前誰だし、止まっちゃったし、止まっちゃったし、戦車壊れちゃったし、お前誰だ、キューベルワーゲンか、シュビンか、え、キューベルだっけ、どっちだっけ。まあいいや、ワーゲンだ、ワーゲン、そうだ、ワーゲンだ。ちなみにこのワーゲン防弾ガラスとなっております。あれ、やべやべ、弾切れ、弾切れって痛そうだよね、弾切れちゃうの。関係ないわっていうね。バイバイ。やばい、君ちょっとやばい、君はやばい、君はやばいよ、ちょっと。この残ってる、お、なんか生えてきた。お前生えてくんなよ。お前何生えてきてんだよ。あ、やばい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 。ファーク、ファーク、気づけ、お前は。俺は空気かってんだよ、だから。俺は空気なのか。お前はやばいな、ちょっと。お前はちょっとさすがに命の危険を感じるぞ、おじさん。ちょっと命の危険を感じますな。うん。バカボンパパの言う危険が危ない状態だな、これ。やばいな、危険が危ないよ、かなり。リロードしとこう。逃げよ、逃げます。敵前逃亡です。あ、降りたよ、あいつ。絶対あいつ降りたでしょ。降りてなかった、ごめん。降りてなかった。さて、旗を取りに行きましょうか。あっと、もう味方が向かってるな。その間にちょっと回復したい。よいしょ。ほい。こういうね、わがままなプレイもね、オフラインだからできる。オンラインじゃできない。本当に。もう、よし。やっぱオフラインってそう考えると、結構自由なプレイができますね。ただ、バカなプレイができないんだよな。オンラインだとね、変な外国人と一緒に悪乗りしてなんかやってることもありますし、なんつんだろう、
みんなして悪乗りしちゃう時とかありますからね。それがそれで面白いんですけど、そういうことができないんだよね、オフラインだと。一回そういうカオスなプレイやったことありますもん。ジープに地雷積んでみんなで突っ込むとかね。本当、チャットとかそういうのもやってないのに、みんな示し合わせたかのように同じこと考えてた。あん時はめっちゃ笑ったけどね。もうみんななんかジープに地雷仕掛けまくってるっていう。あれはすごかったな。もうそういうの1回しかなかったけどさ、あれは楽しかったなーって。さてと、あれは味方、ごめん、打った。マウスの、なんかマウス持ってると間違えちゃうことありません？なんかクッてずらしたかなって思ったら打っちゃうみたいな、ないか。 おいしょ。あっちにね、味方は？味方もいるのか？じゃあ撃ったらまずいかな。でも一発撃っとこう。威嚇射撃。誰がいるんだろう？どこにいる？あ、そこにいる？それ人かな？あ、違う、味方だ。でも敵がいるはずだよね。その中とかさ、ドカンって言ったらさ、いないか。え、じゃあなんで白くなった？んじゃあ、また旗を取りに。ん、これは味方。今度はなまじフィールドがでかいだけあって、人口密度が低い。 人口密度が低いっていうね。あ、これ敵でしょ。戦車戦になることをね、あれ計算して、これ、届かなかった。ういしょ。あーっと、やばいな、やばいな、これはやばいな。おいしょ、やばいな、外しまくりだな、さっきから。戦車は苦手。おいしょ、あー、やばい、死ぬ、これ。おいしょ、あー、違う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 、ちゃうちゃう、あー、そうだ、グレネードさっき使っちゃったんだ。やばいな、これ。これはやばい。よ、バカ、誰？お前だな、お前だな、お前味方だな。お前は味方だ。つまりは味方に殺されたという形でございますな。許せん。本 当倍返ししてやりたいよ、もう。しかし、フィールド広すぎんじゃねえか、これ。これは無人。こっちは味方。旗を取りに行きましょう。これ邪魔だからさ、破壊しとこう。ちょっと乗られても困っちゃうからね。よし。あーと9号の一応勝ってんのか。そうですね、盛り上がんねえ。あーと味方だった。敵と遭遇しませんね、今回は。そんなに遭遇するときはしてるんです、ですけど、するときはしてるんですけど、わーって来ない。あ、来た。突撃！ドーン！オッケー。人に向けて手法ぶっ放すのはどうかと思いますけどね、私も。それちょっとまずいんじゃねえかって気もするんですけど、スプラッターになっちゃうもんね。一発撃っとこう。そうだな、あれをちょっとね、リスポーンしてきて一発目で撃たれたら厄介だ。ドド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 ド
うーりゃ、うーりゃ、ちょっとこいつを破壊工作しておき、なんだ？何に撃たれた今？え？誰？誰？お前か。当たんねえな、こりゃ。あら、なんで俺が乗ったら逃げんの？そんなに嫌い？ひどいわ。のび太さんに侮辱されたーっつってね、ジャイ子が泣いてん。なん、ドラえもん第1話じゃなかったっけ、あれ。のび太さんに侮辱されたーの、くだり。よいしょ。おいしょ。
さてさて、いやもう敵軍に乗り込んじまいましょうか。あら、生きてる？生きてないね。しかし乗り込むっつったらさっきさ、半分破壊しちゃったから。半分破壊しちゃったから捨てよ、これ。単身赴任ですね、要は。よいしょ。あ、結構遠かった。単身赴任しようと思ったら結構遠いっていう。これ移動中に終わっちゃうパターンあるな。それちょっとやだ。それはやだ。道に戻ろう、ちょっと。移動中に終わっちゃうっていうのがすごい悲しいな。ここ来たら多分誰かしら通るだろう。そしたらね、そいつと一戦交えて、終われたらいいんじゃないかなーって。お前は味方だよね。いない。誰も来ない。やばいな。ほんと誰もいねえな。やだな。ちょっと、もう一人ぐらいいないかね。なんか陣地取られたぞ、今。取られてなかった。 お、キューベルワーゲンがこっち来てる。ただ、あと9人。来い、来い、キューベル。来い、こっちへ来い。カモン、カモン、ベイベー。オッケー、来た。オッケー、いいぞ、偉いぞ。ほら来い、ほら来い。ほら行くなって、俺は空気かって言ってんだから。俺は空気か。お前行くね。だから俺は空気。おお、かまってくれた。オッケー。 はい、完勝。エル・アラメインの戦いは北アフリカにおける連合軍の重要な勝利として記憶されることになるだろう。ドイツ軍はこのたたたたドイツ軍はこの戦争に勝利するために全力を尽くしたが、それには遠く及ばなかった。戦車は燃料切れ寸前で、ロンメルでさえ終わりが近いことを覚悟しなければならなかった。もうすぐモンゴメリーは連合軍を北アフリカにおける勝利へと導くだろう。ちょっと噛みまくりですね。ちゅうわけで、オッケー。なんか地味だな。次回からちょっとモッド入れましょう。はい、モッド入れます。というわけで、今回はこれで終了したいと思います。ただ、真っ白白で終わりたくない。毎回言うけど、真っ白白で終わりたくない。ほんと、追悼番組かなってなっちゃうから。真っ白白でフェードアウトしてたらね。誰死んだのってなっちゃう。というわけで、真っ黒黒も嫌だ。 はい、ね、真っ黒黒だとね、今度は松崎しげるかなってなっちゃう。というわけで、今回これで終了したいと思います。ではでは、ちょっと待ってね。はい、はい。 ではでは、次回もまた戦場で会いましょう。